今回は、吉田正尚とスカウト9人だけで3年間プレイしたらどんな成績残すのか、メンバー紹介。様々育成の準優勝の園部くん、スカウト時通り良い選手でした。サードで使います。バランス育成の山田くん、ミートヘボかったし、チャンスにも弱いんだけど、かなりの選手ではある、早急 B なのでしょうと。投手の育成の優勝の寺井くん、さすがの優勝でした。ファーストコンバート。様々育成の柴田くん、天才ということだったけど、外れでした。それでもスカウト時より能力は化けてました。投手の育成の優勝の松下くん、球速も伸びててかなり良いピッチャーだけど、今回は外野メインで使います。野手能力も守備力は G だけど他は良い感じ。バランス育成の谷口くん、優勝とかではないけどめちゃ良い選手でした。守備重視の準優勝の中川くん、予想を超えた逸材でした。一芸特化の長島くん、星は低いけどかなりのピッチャー、でもエースではなく2番手。野手能力もなかなか。バランス育成の藤原くん、今回のエースです。変化球3球種で来てくれたのでそれが決めて。野手能力もミート以外は悪くない。そして吉田正尚選手、WBC での活躍は記憶に新しいけど、さすがの能力、でもここからもっと上がっていきそう。この吉田選手を中心に3年間このメンバーだけで戦っていきます。なお、今後は継承は略していくのでご了承ください。それでは吉田正尚とスカウト9人、スタート。1年夏。1番ファースト寺井。2番サード園部。3番センター谷口。4番レフト吉田。5番キャッチャー中川。6番ショート山田。チャンス F にはなりました。7番セカンド柴田。8番ライト松下。9番ピッチャー藤原。控えピッチャー長島。さあ、これから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。初戦はランク D。 初回に吉田が先制タイムリー、裏に同点にされるも2回に勝ち越しに成功。しかし3回にまた一発浴びる。同点の5回、フォアボールから勝ち越しのチャンス作り、さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトラン。でも吉田はボテボテのゴロ。それでもエラーで出塁しチャンス広がると、記録はセカンドのエラー。セカンドのエラー。中川がこのバッティング取られるも、これで三塁の園部がタッチアップ。ヒットゼロ本で再び勝ち越しに成功する。でもその後もなかなか打てずにいると、7回に連打浴びて一三塁のピンチに。三振でツーアウトになるも、相手ベンチ動く。それでも8番もセンターフライに打ち取る。しかしここで谷口がエラー。ツーアウトで走っていたダイソーも生還してしまい逆転される。先行チーム、ここで逆転を許します。4対3。バッターは2年生。それでもなんとか1点差で踏ん張ると、直後の8回、ワンアウトから柴田がライトオーバーのヒット。松下も1、2塁間抜く。ここで相手にもエラー発生し、ワンアウト2、3塁の一打逆転のチャンス。このチャンスで藤原はスクイズ。でも失敗して2アウト。でもここでまさかの大暴投。これで2塁の松下も生還して逆転する。そして最終回には吉田が出ると、中川が左中間にチーム初ホームラン。さらにフォアボールとヒットでチャンス作ると、このエラーもありノーアウト2、3塁。さらには松下もフォアボールで満塁に。このチャンスで8回から登板の長島。二遊間抜いてタイムリー。寺井は三遊間抜く。最後は園部がレフトに犠牲フライ。この回5点追加して10対4。裏に長島が打たれて1点返されるも、このまま勝利。そのままベースに入ってスリーアウト。試合終了です。相手にエラーが6個と大味な試合にはなったけど、勝ちは勝ち。吉田も小野さんの1打点と好スタート。2回戦。2回戦もランク D。 初回に寺井が先頭打者アーチ。さらにワンアウトから吉田がチャンス作ると、山田がタイムリー。でも2回に追いつかれると、3回にはエラーから藤原乱れて押し出し。この試合は藤原乱れまくり、6回にもフォアボールからピンチ迎える。高校チーム
2アウトからヒットを打たれるも、ここはなんとか踏ん張って切り抜ける。でも7回にもフォアボール、さらにはヒットも打たれ、バテる藤原、さすがに諦めて長嶋投入。今日2番手としてマウンドに上がります。しかし初球を打たれると、6番に犠牲フライ打たれ、簡単に失点してしまう。ホームイン、福井1点入りました。4対2。それでもなんとか三振で終わらせると、裏に谷口がツーベース。高校チーム、ここはなんとか追いつきたい。でも吉田は打ち上げてレフトフライ。それでもここは中川が右中間破って1点返すと、山田がフェンス直撃のヒット。これで中川も生還して同点に追いつく。でも8回に長嶋が2アウトからピンチ招く。それでもここは打ったバッターを二塁で刺して切り抜けると、裏に寺井がフォアボール、園部が左中間にヒット、ワンアウト1・3塁のチャンス作る。このチャンスで谷口は引っ掛けるも、寺井の足が勝って勝ち越しに成功する。なおチャンスで吉田はセカンドゴロ、さらにはゲッツーに終わるも、最終回はフォアボール出すも、なんとか長嶋が抑え、でも本当にギリギリでした。藤原が7四球とゲーム作れずでした。吉田は5の2、チャンスで打てずもまずまずの成績。準々決勝、準々決勝はランク C。 この試合は初回に先制されると、2回にもフォアボール絡んで失点、3回にも失点して3対0。それでも4回にフォアボールと吉田のヒットでチャンス作る。このチャンスで中川がセンターオーバー、1点返すと、2アウトから松下にもタイムリーが出る。さらにエラーでチャンスも広がる。でも藤原は凡退、同点まではいけず、すると直後にツーベース打たれる。このピンチで迎えるは4番、4番にも打たれてノーアウト1・3塁に。それでも5番は三振。しかし6番には右中間破られ失点。それでもなんとか踏ん張り、最少失点で切り抜ける。でも6回にもまたピンチ迎えると、1番にスタンドに運ばれてしまう。これで再び3点ビハインドに。それでもこちらも裏にチャンス作ると、松下のショートゴロで1点返す。7回には園部がツーベース。このチャンスで谷口が右中間に大きい当たり、これがギリギリ届いて1点差に迫ると、8回、ワンアウトから松下にも一発、土壇場で追いついて最終回へ。そして最終回、ランナー出すも7回から登板の長嶋が踏ん張り、アウト、ゲッツー、3アウトチェンジ。今日3回目の併殺、長谷川降板。最後の攻撃は3番の谷口から、センター前ヒット、さらにパスボールでサヨナラのチャンスに。このチャンスで吉田もセンター前、残念ながらサヨナラとはならずも、中川もセンター前でサヨナラ決める。全くの互角の内容で逆転できたのは大きいかも。吉田も5の2、準決勝、準決勝もランク C。 0対0の4回、2アウトから中川がヒットからチャンス作る。このチャンスで山田は左中間へ、これがヒットになり先制に成功する。でも6回にフォアボールとヒットでノーアウトのピンチに。
6番アウチトルも、同点に追いつかれる。それでもダブルプレイにすると、裏にこちらもチャンス作って。山田が三塁線破ってすぐに勝ち越しに成功する。さらに柴田も続いてリードを2点に広げると、8回にもフォアボールから、山田がこの試合3本目のヒットでチャンス作って、柴田も3本目のヒットで追加点、これで4対1。最終回に2アウトから1点返されるも、最後は長嶋が抑え、決勝進出決める。全然まだまだなチームだけど、もしかしたら1年目からいけるかも。でも吉田は4タコでした。決勝戦。決勝戦はランク B、やはり甘くはなかった。それでも2回に先制、3回にすぐに同点に追いつかれるも、4回に先頭の中川がツーベース。このチャンスで山田が三遊間抜くと、柴田が左中間に飛距離十分の犠牲フライ。リードした後はなかなか打てずも、藤原もフォアボール出しながらも踏ん張り、試合は1点リードのまま終盤戦へ。でも8回にもまたフォアボール出すと、4番にはライトに打たれノーアウト1、3塁のピンチに。このピンチで5番はダブルプレイに取るも、ついに同点に追いつかれてしまう。さらにヒット打たれ、7番の打球もセンターに抜けてしまう。ここは流れを止めるため長嶋にスイッチ。でもいきなり初球を打たれると、これで二塁ランナー生還して勝ち越される。それでもなんとか最少失点で切り抜ける。すると裏に先頭の園部がヒット。そして谷口は送りバント、しっかり決めて吉田に託す。でもまさかの見逃し。中川も初球を打ってセンターフライ、チャンス逃してしまうと、最終回にも1、2番に連打浴びて簡単に1点失い、さらにワンアウトから4番に三塁線破られ失点。そして2アウトからも失点し、この回3失点、4点ビハインドになって最後の攻撃へ。最後の攻撃は6番の山田から、良い当たりもライトライナー、柴田もライトフライ。それでも2アウトからフォアボールで出ると、長嶋はセンター前、さらにここでエラー発生、2、3塁のチャンスになる。でも最後は寺井セカンドゴロ、1年夏は予選決勝戦で散る。やはりランク B は甘くなかった。それでも1年目でここまでやれたのは収穫。吉田は決勝戦も4タコだったけど、夏合宿、寺井流し打ち、さよなら男、松下阿部比になる。1年秋、1番キャッチャー中川、2番ライト松下、3番ファースト寺井、特訓で降格打法取得、4番レフト吉田、5番センター谷口、6番ショート山田、チャンスの赤消えました。7番サード園部、8番セカンド柴田、9番ピッチャー藤原、控えピッチャー長嶋。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。初戦からランク C 来る。2回に3連打浴びて先制される。その裏、山田に続いて園部もヒットでチャンス作ると、こちらも3連打で同点に追いつく。でも4回に犠牲フライで勝ち越される。1点ビハインドの5回、エラーとヒットでチャンス作ると、高校チーム同点のチャンスを迎えました。しかし吉田は三振。ここは谷口がヒットでチャンス広げる。山田は引っ掛けて凡退も、園部が一二塁間抜いて同点に追いつくと、
6回に中川のソロで勝ち越しに成功。でも1点リードの8回、先頭にヒット許すと、代打にも打たれノーアウトのピンチに。ここで相手ベンチ動いてくる。投入です。渡部2塁に入りました。バッターはトップに帰って。すると1番にも打たれてしまい、これで代走が一気に生還、同点に追いつかれる。それでも2番はショートゴロ、ダブルプレーに打ち取る。しかしここで藤原踏ん張れず、勝ち越されてしまう。さらに最終回にも、先頭を出してしまうと、盗塁決められまたもノーアウトのピンチ。それでも6番は三振。でも7番には二遊間抜かれ、またしても二塁ランナーが一気に生還。点差が2点に広がって最後の攻撃へ。最後の攻撃は、3番の寺井から。一二塁間抜いてライト前ヒット。さらにパスボール発生で二塁に進む。このチャンスで吉田が右中間破る。これで1点差に迫ると、谷口はセーフティーで送る。そしてこれがうますぎて谷口も出塁。でも山田はショートゴロ。それでも吉田は三塁へ進み、ゲッツーも免れワンアウトのチャンスに。その後には迷わずスクイズさせ、これも決まって土壇場で同点に追いつく。次の柴田はサードゴロでサヨナラまではいけずも、9回まで終了しまして5対5。10回を長嶋が踏ん張って抑え、空振り三振。長嶋3球で仕留めてみせました。高校チームこの回の裏にその長嶋が先頭で出塁。中川もうまく流して続くと、長嶋は3塁まで進む。このチャンスを松下が逃さず、サヨナラ勝ち。初戦をものにしました。危なかったけど、さすがに決勝まで進んだチームが初戦では負けられない。でも吉田は9回のタイムリーのみでした。2回戦、2回戦はランク D。 初回に寺井がタイムリー、さらに吉田もヒットでチャンス作ると、谷口がタイムリー。2回に1点返されるも、3回ツーアウトから吉田がヒットで出ると、ここでも谷口がタイムリー。6回には谷口と山田でチャンス作って、園部が初球を打ってセンターに犠牲フライ。7回には中川がツーベース。でも松下は三振。寺井はファーストゴロ。それでもこれで三塁に進むと、自分でベースを踏んでアウト。先行チームなおもチャンスが続いて、吉田はしっかりタイムリー。さらに谷口がライナーでスタンドに突き刺す。そして6点リードの8回、中川にも一発が出る。8回コールド、快勝。吉田もこの試合は5の3。でもそろそろ一発が欲しい。地区大会1回戦、1回戦はランク D。 初回に1点先制、でも3回にツーラン浴びて逆転される。1点を追う4回、先頭の吉田がヒットで出ると、そこからチャンス作って、園部が左中間深くにツーベース。これで1塁の山田も一気にホームへ、逆転に成功する。しかし1点リードの6回、ワンアウトから連打でピンチになると、5番にも打たれる。さらにこの吉田のちょっとしたエラー、これで二塁ランナーが生還して同点に追いつかれる。それでも踏ん張ってなんとか後続は抑えると、7回にその藤原がヒット、そして中川が初球を捉えてライトスタンドへ。再び勝ち越しに成功すると、試合はこのまま最終回へ。しかし先頭にヒットを打たれると、次の7番には右中間破られる。5
これでノーアウト二三塁、一打同点のピンチに。さすがにヤバいのでここは長嶋に託す。厳しい場面での登板です。でもいきなり初球を打たれ、しかもライトオーバー、同点に追いつかれてしまう。さらには9番にも、最後はワンアウトも取れずサヨナラ負け。1年秋は地区大会1回戦で散る。サヨナラ負け。先行チーム初戦で敗れてしまいました。かなり悔しい負け方してしまった。でも相手はランク B だから、まだまだ実力不足ってことですね。吉田も1安打、でも2三振となんか三振も多いのよね。冬合宿、園部降格打法、松下マルチ弾になる。2年夏、1番キャッチャー中川、2番セカンド柴田、3番ファースト寺井、4番ライト吉田、5番センター谷口、6番ショート山田、7番サード園部、8番レフト松下、9番ピッチャー藤原、特訓で逃げ球取得。控えピッチャー長嶋。一球に喜び、一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。初戦はランク E、 初回からチャンス作って、先行チーム先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、しかし三振に終わると裏に1点先制される。すると序盤は全然打てず、1点ビハインドのままの6回、ランナー一塁から吉田がヒットでチャンス作る。ここで谷口も続き、ツーアウトながら満塁にチャンス広げる。でも山田は三振、この回も無得点に終わると、7回も三者凡退に終わる。それでも8回にワンアウトから柴田が出る。すると寺井も続き、柴田は一気に三塁へ。中継、寺井ナイスバッティングです。先行チーム、このチャンスで吉田も続き、やっと同点に追いつくと、先行チームついに同点に追いつきました。1対1、谷口は左中間へ。これはアウトになるも、山田の打球が一二塁間抜け、これで二塁の寺井が生還して勝ち越し。さらに園部も続き、もう1点追加して3対1。最終回にも、中川と柴田が連続フォアボール。このチャンスで寺井がダメ押しの一発。勝利。終わってみれば快勝だけど、意味悪い展開でした。吉田は三振の後は4安打でした。2回戦、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。2回戦はランク D。 2回に先制、裏にすぐに追いつかれるも、3回に山田のタイムリーで勝ち越し、5回には谷口と山田でチャンス作って、園部がライトに大きい当たり、でも惜しくも届かず、それでも犠牲フライで追加点。次の松下は全身守備抜いてタイムリー。さらにこの冒頭で松下は二塁に進むと、藤原はライト前、そして中川がタイムリー。これで6対1。そして7回には柴田のショートゴロで1点追加すると、8回には谷口のヒットから山田が直球を捉えてツーラン。さらにチャンス作って、中川がダメ押しのスリーラン。8回コールド。チームは16安打も、吉田はノーヒットでした。準々決勝。ここでランク A 来る。するといきなり先制される。一方でこちらは序盤は全く打てず。それでも6回にやっとチャンス作ると、柴田もヒットでチャンス広げる。このチャンスで寺井は外野フライも、浅すぎて犠牲フライにならず、ツーアウトになって吉田。ここは吉田がやってくれました。やっと同点に追いつき、なお勝ち越しのチャンス。
でも谷口はファーストの好プレーに阻まれる。畳みかけられず終わると、同点の8回、フォアボールから盗塁決められノーアウトのピンチに。このピンチで3番に1、2塁間抜かれ、これで2塁ランナーに生還されてしまう。さらに最終回にも一発浴びてしまう。そして2アウトから盗塁も決められる。それでもここは踏ん張り、なんとか2点差で最後の攻撃へ。最後の攻撃は吉田から。打球は高く上がるも伸びずにレフトフライ。次の谷口はショートライナー。山田は打ち上げるも面白い打球、でもアウトに。さすがランク A の守備。2年夏は予選準々決勝できる。くじ運が悪かったといえばそれまでだけど、吉田は1安打も、ここまでまだホームランは0。やはり吉田が覚醒しないとダメだよね。負けはしたけど藤原が切れ丸になる。夏合宿、柴田降格打法になる。夏の終わりの8月25日に覚醒イベント、覚醒したのは山田。でもそこまで伸びずに終わる。日本代表発表、吉田が唯一選ばれると、最多打点獲得、勝負師になる。2年秋、1番センター谷口、2番キャッチャー中川、3番サード園部、4番ファースト寺井、5番ライト吉田。勝負師になったけど5番に下げてみました。6番ショート山田、7番セカンド柴田、8番レフト松下、9番ピッチャー藤原、控えピッチャー長島。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。初戦はランク E、 初回からチャンス作って、高校チーム先制のチャンスです。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で、吉田が左中間破る、1点先制すると、高校チーム初回先制。2回にもツーランなどで3点追加。3回には吉田が右中間に大きい当たり、これがギリギリ届いて待望の一発。これで6対0、さらに6点リードの5回、今度はライナーでバックスクリーン弾、吉田の2打席連発弾で7対0。さらにチャンス作って、谷口がうまいバッティングで2点タイムリー。そして9点リードの6回、園部はショートゴロも、相手のエラーで出塁すると、二塁まで進み、寺井は次の吉田にお膳立て、その寺井も内野安打で出塁成功。そして吉田が右中間に大きい当たり、これは伸びずで3打席連発はならずも、さよなら。5番に下げた吉田が2発、さらには4-4の5打点、4番はプレッシャーだったのかな。2回戦、2回戦はランク D、 初回に寺井が先制のツーラン、でも裏にすぐに同点に追いつかれる。それでも5回に藤原がソロ、さらにチャンス作って、園部がセンターに犠牲フライ。次の寺井もヒットでまたチャンス作ると、ランナー一塁三塁という場面で、でも残念ながら吉田はフォアボール。すると山田がスライダーを捉えてグランドスラム。さらに柴田にもソロ、そして今度はエラーとフォアボール。このチャンスで谷口がタイムリー、中川もタイムリーで続き、ツーアウトから寺井もタイムリー。そして前の打席は悔しいフォアボールの吉田、シュートを捉えてうっぷんばらしの一発。この回一気に13点ダッシュ。5回コールド、5番の吉田も良いけど、4番に上げた寺井も良い。しばらくこのままでいきます。
地区大会1回戦。1回戦でランクA来る。すると初回に先制され、2回にも1点失う。それでも裏に松下のタイムリーと、押し出しで同点に追いつく。3回以降は落ち着くも、5回にピンチ迎える。このピンチで1番がレフトへ。松下が追いつけず、勝ち越されてしまう。それでも後続は抑え、なんとか最少失点で切り抜けると、1点ビハインドの7回、吉田がフォアボール。ここで山田が左中間にヒット、これで吉田が一気に三塁まで行くと、柴田がしっかりスクイズ決めて同点に追いつく。なおチャンスも、松下は惜しくもセンターライナー。8回にも塁に出るも、ここはチャンス作れず、試合は同点で最終回へ。すると先頭にツーベース打たれピンチに。それでも5番を打ち取ると、代打もサードゴロ。相手の代打構成にも負けず、裏は4番の寺井からセンター前ヒット。でも吉田は見逃し。それでもここで寺井が盗塁、チャンス作ると、山田はセカンドゴロもこれで三塁へ。しかし柴田もショートゴロ、試合は延長戦へ。10回は藤原が三者凡退に抑えるも、こちらも三者凡退に終わる。それでも11回も藤原が抑え、裏に先頭の中川がフォアボール。そして盗塁も決めてサヨナラのチャンス作る。このチャンスで園部はレフトへ。これがヒットになり中川生還、サヨナラ勝ち。ギリギリの戦いだったけど、やっとランクAに勝てたのは嬉しい。吉田はノーヒットではあったけどね。地区大会2回戦。2回戦はランクB。この試合も初回に先制される。でも裏に園部がタイムリー。さらになおチャンスで。高校チーム同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で、バッターは2年生、福井の安打製造機、吉田。このチャンスで吉田が一二塁間抜いて同点に追いつく。でも3回に勝ち越されると、試合は1点ビハインドのまま終盤戦へ。そして7回、ツーアウトからピンチ迎える。それでもここは無失点で切り抜けると、裏に谷口がヒット。さらに中川がレフト線にツーベース、ワンアウト二三塁のチャンス作る。このチャンスで園部がスクイズ決め、なんとか同点に追いつく。しかし8回にもピンチ迎える。5番は三振でツーアウト。でもここで踏ん張れず、これで二塁ランナー生還して再び1点ビハインドに。それでも、先頭の吉田が変わったピッチャーからツーベース。チャンス作ると、山田のヒットで続き、ノーアウト1、3塁に。このチャンスで今度は柴田がしっかりスクイズ決める。でも松下は打ち上げてセカンドフライ。次は藤原。だけどここは代打で長島。でも三振に終わる。すると最終回に先頭を出してしまう長島。さらに次の9番にも打たれる。それでも1番は三振。2番はショートゴロ。さらに華麗なプレイでダブルプレイに。最後の攻撃はトップに戻って谷口から。ここまで2安打の谷口がここでも出ると、
中川はセーフティーで送ってサヨナラのチャンス作る。しかし園部は三振でツーアウト。それでも寺井が一二塁間抜いてチャンス広げる。ここでピッチャー交代。先ほどツーベースを放っている吉田。吉田の打球は右中間へ。これが抜けてサヨナラタイムリーに。1回戦に続いてサヨナラ勝利で念願の甲子園の切符掴む。吉田サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。まだまだランク A にも B にも余裕で勝つ力はないけど、この勢いに乗ってくれれば面白いかも。吉田も5の4と好調。このまま行ってくれ。でもここで藤原スロスタに。しょうがないけど残念すぎる。神宮大会開幕。どのチームになるんでしょうか。秋の全国大会2回戦の模様をお伝えしてまいります。初戦はランク B。初回からチャンス作って。先行チーム先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で吉田の全国デビューはセンターにタイムリー。初回に先制に成功。先行チームまずは初回先制。でも3回に同点に追いつかれる。同点の5回、ヒットとフォアボールでチャンス作る。このチャンスで寺井もヒット。ノーアウトでビッグチャンス作って。寺井ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。満塁のチャンスにバッター。このビッグチャンスで吉田がライトオーバー。二塁の園部も生還して2点タイムリーに。その後はチームとしても全く打てずも、ランナー出しながらも藤原がしっかり抑え、なんかこの画面は寂しいけど、吉田が3の2の3打点、全打点叩き出しました。準決勝、準決勝もランク B。 3回に谷口のタイムリーで先制、4回には園部がツーベース。狙いはファーストゴロもこれで三塁へ。浅野そのままベースを踏んでアウト。先行チームなおもチャンスが。でも吉田もピッチャーゴロ。山田も凡退。それでも相手のエラーで追加点。先行チーム1点入りました。2対0。5回には松下がツーベース。このチャンスで藤原がまさかの完璧な一発。さらにワンアウトから連打でチャンス作って、寺井はここも凡退するも、吉田がここはしっかりタイムリー。さらに山田も二遊間抜いてタイムリー。これで6対0。6回には谷口がソロ。そしてここまでランナーはエラーでしか出してない藤原。7回先頭の代打はセカンドゴロ。次の2番はサードゴロ。最後はセカンドゴロ。しっかりアウトにし、コールドながらノーヒットノーラン達成。コールド勝ち。先行チーム、いよいよ最後の夢舞台に向かいます。藤原、ノーヒットノーラン達成。打っては完璧な一発の藤原。エラーがなければ完全試合でした。吉田も打点あげるも、この試合は藤原ですね。でも何もつかず、伸びが上がると思ったけど、コールドだとつかないんだっけ。残念だけどしょうがない。さあ決勝戦。込んで頂点へ。球児の戦いはクライマックスを迎えます。秋の全国大会、決勝戦の模様をお伝えしてまいります。決勝戦はランク A。0対0の4回、寺井がツーベースで先制のチャンス。先行チーム、先制のチャンスです。ここで吉田がセンターに大きい当たり。惜しくも届かずも、先制のタイムリーツーベース。5回には中川がソロ。7回には柴田のツーベースから。松下が完璧な一発。さらに、ヒットとデッドボールでチャンス作って、園部が左中間深くにタイムリーツーベース。なおチャンスも寺井は三振。寺井スイングアウトの三振。吉田もセカンドゴロ。でもここはエラーで追加点。先行チームさらに突き放します。8回にソロアディルも。最終回にもチャンス作って、山田が右中間破ってタイムリー。これで7対1。先行チーム1点入りました。そして完封は逃すも、
藤原が被安打6の完投、神宮大会制覇する。ゲームセット、優勝決めました。先行チーム白熱したドラマを見せてくれました。なんか藤原が神宮大会で一皮むけた感じ。吉田は4の1の1打点。ここで松下と中川がプルヒ、藤原チャンスメーカーになる。冬合宿、長島降格打法、長島まっすらにもなる。2年春の甲子園、1番センター谷口、2番キャッチャー中川、3番サード園部、4番ファースト寺井、5番ライト吉田、6番ショート山田、7番セカンド柴田、8番レフト松下、9番ピッチャー藤原、スロスタ消えました。控えピッチャー長島。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。大会1日目、甲子園大会1回戦第2試合の模様をお届けいたします。初戦はランク C、 フライボールです。初回に犠牲フライで先制、2回には山田がソロ、4回には吉田のフォアボールからパスボールでチャンスになると、柴田がライト線にタイムリーツーベース、さらに松下がヒットでチャンス広げると、藤原はショートフライも、ここで松下が盗塁決めて、谷口が三遊間抜いてタイムリー、これで4対0。4点リードの6回には柴田が直球を捉えて一発、でも裏にレンダー浴びてノーアウトのピンチ。3番は打ち取るもホームでさせずフィルダースチョイスに、さらに4番も打ち取るもダブルプレーが取れないと、5番もダブルプレー取れずもう1失点、さらに7回にもピンチ迎え、1番の打ち取った当たりが内野安打になり、2番にはセンターにタイムリー打たれる。なんか運も悪いので、ここからは長島に。満塁の場面での登板です。すると3番は三振、でも4番には三遊間抜かれ失点、これで1点差に。それでも5番は打ち取りなんとか終わらすと、8回に吉田がソロ、山田も続くと、柴田はヒット、そして盗塁も決め、松下が一二塁間抜いてタイムリー、さらに長島が左中間区画にツーベース、チャンス作ると、谷口は打ち上げて凡退するも、中川は右中間区画に2点タイムリー、園部は逆の左中間にタイムリー、寺井は右中間に大きい当たり、これはアウトになるも、一巡して吉田も右中間へ、これはヒットになる。この回7点奪取して12対4。先行チームさらに1点追加、12対4。先行チーム初戦をものにしました。失点は不運も重なった気もするけど、打線は良い感じ。吉田も一発含む4の3の2打点。2回戦、2回戦はランク B、 2回に吉田がタイムリー、山田も続いて、2回に2点先制。4回には2アウトから山田がヒットからチャンス作って、柴田もヒットでチャンス広げ、松下は二遊間抜けずも、内野安打で追加点。5回にもチャンス作ると、園部が左中間破ってタイムリー、さらに、狙いが完璧に捉えてスリーラン。そして、なおチャンス作って、松下のセカンドゴロで追加点。さらに藤原がタイムリー、9点リードの8回には園部がスリーベース。このチャンスで寺井はフォアボール。ここは吉田がカットボールを捉えてスリーラン。
投げては藤原が被安打4の11奪三振。先行チーム2回戦突破です。ランク D にここまで干渉できるようになるとは。吉田は4の2の4打点。準々決勝、ベスト4が決まるということになります。準々決勝はランク C。 さあ注目の準々決勝。初回に2つのフォアボールでチャンス作って、寺井が高速シュートを捉えてレフトスタンドへ。初回に3点先制。4回にソロアビルも。裏に山田と柴田の連打でチャンス作る。ここでパスボール発生。これで山田が生還。この打席の松下はセンターフライも。柴田はタッチアップで三塁へ。次の藤原は右中間へ。これがヒットになりもう1点追加。さらに2アウトから中川がタイムリー。この回も3点追加して6対1。5回には、寺井が今度はカットボールを捉えてソロ。8回には谷口がソロ。快勝。吉田は4の1。準決勝。準決勝はランク A。さあ注目の準決勝。初回に一発浴びて2点先制される。それでも3回に柴田がソロ。5回には中川のソロで同点。さらにそのベツーベースで勝ち越しのチャンス。さあ勝ち越しのチャンスを作る。初球から。でも寺井はレフトフライで勝ち越しまではいけず、点は入っているものの、ここまでは投手戦。でも6回に2本のヒットでピンチに。それでもここはショートゴロからのダブルプレーで無失点で切り抜ける。裏に吉田がヒットも、後ろは続けず。同点の8回、園部がこの試合2本目のツーベース。でも寺井今度は三振。吉田も三振に終わってしまう。それでも山田がこのバッティング、そのままスタンドに突き刺さる。これで2点リードして最終回へ。そして最終回は長嶋がしっかり3人で抑え、とにかく勝ててよかった。吉田は3の1。決勝戦。入魂で頂点へ。球児の戦いはクライマックスを迎えます。甲子園大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。決勝戦はランク B。全国トップレベルの守備を。初回に園部のツーランで先制も。2回に同点に追いつかれる。さらに5回にはソロ浴びて勝ち越される。こちらは2回以降は打線つながらず、1点ビハインドのまま進んでいく。7回高校チーム、ワンアウトから柴田がヒットで出る。でも松下はライトフライで2アウト。ランナー1塁に戻ります。それでも藤原は三遊間抜き、久々のチャンス作ると、谷口がやってくれました。完璧に捉えて逆転のスリーラン。さらに中川にもソロが出る。8回には吉田がツーベース。さらにパスボールで三塁に進む。そして今拾い直した。でも山田はチャンス生かせずセカンドフライ。柴田は左中間へ。これがヒットになり吉田が生還。リードを4点に広げると、決勝戦も最後は長嶋が締め、神宮大会に続いて春の甲子園も制覇。取りました。ゲームセット。この瞬間勝者が決まりました。高校チーム見事春の甲子園大会で頂点に立ちました。ヒットの数は同じで7対3。このチームは結構みんなが一発打ってくれます。吉田はなかなか打ってくれないけど、最後の夏はなんとか巻き返してほしい。3年最後の夏。1番センター谷口、2番キャッチャー中川、3番セカンド柴田、4番ファースト寺井、5番ライト吉田。このまま5番でいきます。6番サード園部、7番ショート山田、8番レフト松下、9番ピッチャー藤原、控えピッチャー長嶋。一球に喜び、一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。初戦はランク E。 初回に柴田がタイムリー。寺井も続くと、
さらに2点追加する。3回にも柴田のヒットから、寺井が直球を捉えてツーラン。4回には藤原のツーベースから、谷口のツーベースでタイムリー。中川は倒れるも、柴田がツーラン。さらに、寺井が2打席連発となるソロ。吉田も続くと、さらにチャンス作って、松下がダメ押しのスリーラン。5回コールド。先行チーム、まずは初戦突破です。ランク E 相手ではあるけど最高のスタート切る。吉田も3の2の2打点。2回戦、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。2回戦もランク E。 初回に柴田がソロ、2回には園部がタイムリー。なおチャンスで松下が弾丸ライナーでスリーラン。4回にもヒットとフォアボールでチャンス作ると、谷口が豪快に引っ張ってスリーラン。そして5回には吉田がスリーベース。このチャンスで園部にも一発出ると、山田にも出て、松下にも出る。松下はこれが2発目。さらにチャンス作って、寺井は押し出し。満塁のチャンスにバッター吉田。最後は吉田がセンターに2点タイムリー。2試合連続で5回コールド。これで相手がランク E でなければなお吉かな。吉田は一発打ってればサイクルでした。準々決勝、準々決勝はランク D。 準々決勝は2回に先制されるも、3回にチャンス作って、逆転のチャンスを迎えました。ワンアウト。吉田がセンターに同点タイムリー。園部も続いて勝ち越すと、4回には藤原がソロ、5回には寺井。さらにチャンス作って、藤原がうまいバッティングでタイムリー。6回にはワンアウト三塁で寺井がタイムリー。なおチャンスも吉田はフォアボール。今日2本のヒットを放っている。ここは園部がスリーラン。7回にはランナー1塁で柴田。寺井にも出て、吉田と園部でチャンス作ると、山田にも一発が出る。この回6点奪取して15対1。7回コールド。これでベスト4進出です。ここまで来たら1点取られたことを大いに反省するしかない。吉田は4の3の1打点。準決勝、1つ勝利を積み重ね、ようやくたどり着いた準決勝の舞台。準決勝はランク C。 初回に柴田がタイムリー。なおチャンスで吉田は犠牲フライ。初回に2点先制。でもその後は久しぶりになかなか打てず、逆に5回にピンチ迎えると、次の6番には三塁線破られ失点。それでも藤原、ここはなんとか最少失点で切り抜ける。でもこちらはなかなかチャンス作れず、それでも7回に先頭の谷口が出ると、中川も続いて久々にチャンス作る。しかし右バッター、ブキサ3番。変わったピッチャーに柴田は三振。寺井も惜しくもレフトフライに終わる。ツーアウトになって吉田。ここは吉田がやってくれました。左中間破ってやっと追加点取ると、園部は選んで満塁に。このビッグチャンスで山田がセンターへ。さらにこのエラーもあり、走者一掃の3点タイムリーツーベースになる。エラー判定もつかずでした。でもセカンドにはエラーがついてスリーベースにはならず。そしてここで松下が完璧な一発。これがサヨナラアーチになる。
高校チーム夢の甲子園が近づいてきました。エンジンのかかりは遅かったけど、最後の夏はちょっと相手に恵まれすぎですかね。吉田は大活躍だけど、そろそろ一発も量産してほしい。決勝戦、絆を深め合い、この決勝戦までやってきました。決勝戦はランクへ行きました。すると初回に満塁のピンチ。でもしのぐ。しかしこちらも満塁のチャンス生かせず、それでも3回谷口のソロで先制すると、4回には吉田にもやっと出る2点リードの7回には谷口がツーベース。そして中川のゴロで3塁へ。このチャンスで柴田は外野フライ。でも谷口タッチアップできず、これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。寺井は左中間へ。これがヒットになり追加点。寺井も2塁まで行く。そして吉田、でも打ち損じてキャッチャーファウルフライも。8回に山田がソロ。そして最後は三振で藤原完封。最初で最後の夏の切符つかむ。最後はランク A で甘くはなかったけど、吉田にも一発出たし弾みにしたい。でもその一発のみに終わったけどね。合宿の前に甲子園インタビュー来る。長島流し打ち。中川と山田降格打法。柴田がプルヒになる。そして最後の合宿、寺井代打丸。藤原ピンチ D。園部守備職人。藤原要所丸になる。最初で最後の夏の甲子園開幕。今始まろうとしています。大会1日目、甲子園大会1回戦第1試合の模様をお届けいたします。初戦はランク A、 3番と4番が化け物。4回にその化け物3番にツーラン打たれる。その裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭の吉田がうまく流してツーベース。その出はショートゴロも、これで3塁へ進むと、山田が1、2塁間抜いてタイムリー。1点返す。高校チーム1点返しました。山田タイムリー。さらに松下ツーベースで2、3塁に。このチャンスで藤原がレフト線へタイムリー。2塁の松下も生還して逆転すると、5回にも吉田がワンアウトから出ると、ここは園部も続いて1、3塁のチャンス。このチャンスで山田がファームを捉えてスリーラン。一気に突き放すと、6回には中川がソロ。さらに寺井のフォアボールから吉田がここでもヒット。ここでレフトがエラー。これで寺井が一気に生還。そして園部が詰まりながらもヒットで続くと、山田がライトへ犠牲フライ。7回には柴田のヒットから、寺井デッドボール。吉田も満塁のチャンスで園部はサードゴロも、内野安打になって追加点。山田も続く。さらにこのエラーで走者一掃に。この回4点追加して13対2。8回にピンチ招いて、化け物の4番に犠牲フライ打たれるも、このまま勝利。化け物2人にはやられたけど、大勝スタート。吉田は 4-3。 2回戦、2回戦もランク A。 3回に松下のソロで先制。4回にも園部が出ると、山田はライトフライに終わるも、タッチアップでチャンスは広がり、松下が流して2打席連発弾。5回には先頭から連打でチャンス作り、柴田は三振も、寺井が超スローボールを捉えてスリーラン。これで6対0。しかし7回にツーラン浴びると、さらに連打でもう1失点。なんとか代打は打ち取る。すると裏に吉田がエラーで出る。そして園部がチェンジアップを捉えてスタンドへ。8回には谷口がソロ。しかし最終回、ワンアウトからツーベース打たれると、
次の8番にレッド戦にタイムリー打たれる。なので最後は長嶋が締め。ランク A 相手だからしょうがないけど、藤原がちょっと不安定。吉田も4タコでした。3回戦。そして応援団が詰めかけています。3回戦はランク C。初回に寺井のタイムリーで先制、裏に追いつかれるも、2回に藤原のタイムリーで勝ち越し。その後はなかなか打てずも、6回にフォアボールとエラーでチャンスになる。先行チーム追加点のチャンスを迎えました。このチャンスで吉田が右中間に大きい当たり、惜しくも届かずもタイムリーツーベース。なおチャンスで園部は右中間へ、これも惜しくもアウトになるも、犠牲フライでもう1点追加。そして8回、自動だけど吉田に一発出る。松下にも最終回にもチャンス作って、寺井にも一発出る。さらにチャンス作って、松下がタイムリー。これで10対1。そして藤原、完封は逃すも被安打3で完投。吉田は 4-2 の2打点。でも自動でないものを見たい。ここで吉田プルヒになるも、中川は残念な結果に。準々決勝。準々決勝はランク A。初回に谷口が先頭打者アーチ。でも以降はなかなか打てずにいると、5回に先頭にツーベース打たれる。ツーアウトまで行くもここで踏ん張れず、同点に追いつかれる。そしてその後もこちらは全然打てず、すると8回にも先頭にツーベース打たれる。これは上がりすぎたか。取りました。ランナー二塁に戻ります。ここまでは5回と同じパターン。それでもこの回は踏ん張り、無失点で切り抜けると、そのままベースを踏んで3アウト。藤原2アウト。裏に中川がツーベース。でも柴田はサードゴロ。ここは頼れる寺井がやってくれました。直球を捉えて勝ち越しのツーラン。そして最終回はしっかり3人で抑え、一発が出なければ負けてたかも。吉田も1安打。準決勝。準決勝はランク B。準決勝も序盤は全然打てず、0対0の4回。中川がツーベースでやっとチャンス作る。柴田はセカンドゴロもチャンスは広がると、頼れる寺井が完璧な一発。さらに6回にも打つ寺井。7回にソロ打たれるも、8回には中川、柴田にも出る。さらにチャンス作って、山田がセンターに犠牲フライ。そして最後の打者をサードファウルフライに打ち取り、快勝で決勝進出決める。ファウルグラウンドキャッチしています。試合終了です。高校チーム、いよいよ最後の夢舞台に向かいます。寺井の存在が際立つ。一方で吉田はノーヒット。最後はなんとか頑張ってほしい。決勝戦。決勝戦もランク A。初回に頼れる寺井のツーランで先制。2点リードの5回、ヒットとエラーでチャンス作る。中川は引っ掛けるも進塁打にはなり、柴田がうまいバッティングでタイムリー。これで二塁の谷口も生還する。そして吉田にも一発が出る。その後は追加点は取れないものの、セカンドから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム、セカンドランナー。藤原が被安打6の10奪三振で完封。春夏連覇達成で有終の美を飾る。飛躍を見せましたが、優勝を決めました。高校チーム、見事春夏連覇の偉業を成し遂げました。
寺井と吉田の一発が自動だったので、ちょっと淡白な感じになったけど、吉田は一発含む3の2と、最後はやってくれました。3年間を終えて、園部星593、山田星608、寺井星603、最後の夏だけでホームラン10本、23打点、堂々のチーム2冠王。柴田星553、天才外れではあったけど、よく頑張ってくれました。松下星606、松下も最後の夏だけでホームラン7本。谷口星599、中川星611、最初からコンスタントに活躍してくれただけに、最後に赤徳ついたのが残念でした。長島星534、藤原星626、藤原も最終的に防御率 2.10、頑張ってくれました。最後は吉田、星693、2年秋から頑張って打率はトップ、打点も寺井に次いで2位だけど、ホームランは少なかった、2023では最初から勝負しか、せめてパワー火がつくことを願います。この中から誰がプロ入りするか、卒業式まで進めていきます。日本代表発表。日本代表は吉田、藤原、中川。そして吉田が MVP、中川はベストナイン、藤原も活躍はしたみたい。卒業式。プロ入りはこの5人。寺井星610、山田星613、中川星690、藤原星650、吉田星830。 MVP 得点は安打製造機でした。それではまた次回、最後までありがとうございました。アーロハー。